ゆずきあかりですはじめましてあらどうしたのそんなに怯えたような顔して私は何もしないわさあおいで私の存在意義そんなの聞いてどうするつもり くだらない。本当にくだらないわ。あんたなんて、この世から消えてなくなってしまえばいいのに。私のことなら、大丈夫です。毎日、天に向かってお祈りしておりますもの。神様が見放すはずがありませんわ。本当に。 行ってしまわれるのですね道中もしものことがありましたらすぐにお知らせくださいね旅の無事をお祈りしておりますねえもっとこっち来て今日は家に帰りたくないの なんて、お姉さん、ちょっと酔っちゃったかも。大丈夫。一人で帰れるわ。さっきの続きは、また今度ね。何こっちは忙しいの。後にしてくれるはいみんな。あと少しよ。頑張って。ケイトは右。 ジェシカは後ろの底をお願いねメアリーそっちじゃなくてこっちよあなたまだいたの練習の邪魔になるからとっとと出てってちょうだいさ早く俊平ん 私う、えー、超ショックなんですけどひどいわ私にあんなことやこんなことをおまけにそんなことまでしたって言うのに皆さんこんにちはゆずきあかりです この度は2021年版のボイスサンプルをここまで聞いてくださいましてありがとうございました。えー、私は2020年8月頃にですね、約7年間ほど患ってきた生体結節っていう喉の病気を手術していただきまして、で、去年の、まあ、2020年のボイスサンプルは投稿がなかったかなと思うんですけど、 毎年恒例っていうわけではなかったんですが、なんかこう、毎年とって言ってたのにもかかわらず、2020年だけぽっかりと空白,空白で空いてしまっているかなと思うんですが、えー、療養をしたりしておりました。で、今、半年くらい経った状態なんですけど、ちょっとずつまた、喉の感覚とかも、まあ、もちろん変わってるんですが、わかりつつあって、これからまだ全然発展途上ではあるんですけども、慣れつつ、そして進化しつつ、をもとに、 声をを出ししててて演技を勉強いいけたらなと思っています今のところの段階で今回のボイスサンプルとさせていただきました。ここまで聞いてくださいましてありがとうございました。私に何かお手伝いできる声のお仕事がありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。それでは、ゆずきあかりでした。